焼津神社の神ころがしが3年ぶりに行われました。2人1組で子供を持ち上げ体を回転させる神事ですが、今年は新型コロナの影響で変化が見られました。焼津神社に伝わる神ころがしは子供の健やかな成長を願う神事で、鳴き声が大きいほど丈夫に育つと言われています。新型コロナの影響で中止が続いていましたが、3年ぶりに再開され、今日は多くの親子連れが訪れました。普段は2人1組の神社総代が子供を持ち上げ体を回転させますが、今年は新型コロナ対策として布を使ってハンモックのように揺らす方式に変更されました。去年できなくて今年できるって聞いたので、大きく泣いてたので、あ、元気に育ってくれるかなって思いました。神ころがしは毎年8月12日の1日だけ行われていましたが、今年は密を避けるため今日から12日までの3日間実施されます。